若ャ川は、東京と世田谷区及び、目黒区を流れる二級河川。目黒川水系の支流である。世田谷区鶴巻付近の若ャク川、緑道世田谷区下馬にある小松奈木神社の前にある、若ャ川の後東京と世田谷区鶴巻5丁目の、馬事公園付近より、北へは、同じ目黒川系であるガラス山側への支流が、南へは、立会合川への支流が、東へは、 弱ャズレ川本流が源を発する。昔は品川用水の悪水吐きからの水も受けていたものと考えられている。東急バス鶴巻営業所の敷地内を通り、鶴巻3丁目にて、桜新町2丁目からの支流を合わせる。鶴巻通りと並行して、世田谷警察署付近で玉川通りと交差し、下馬1丁目にて、野沢公園付近からの支流を合わせ。 目黒区に入る。この付近を弱ズレという。上目黒四丁目で、有天寺駅付近からの支流を合わせ、東急東横線、東京メトロ日比谷線の中目黒駅付近で目黒川に合流する。昭和50年代から平成初期にかけて暗渠化され現在に至る。本流で最後まで快挙であったのは、松岡小学校から鶴巻通りまでの区間であった。 支流も含めて、ほぼ全域が暗渠化されており、外挙になっているのは、目黒川合流部の数メートルの区間のみとなっている。暗渠部分のほとんどは、緑道として整備されている。ほぼ全域が、下水道幹線に転用されており、汚水の一部が、東横線高架手前のマンホール内で分水され、主に降雨時に目黒川に、越流している。 弱崩れ交差点を水で崖が崩れた際にそこからおろちが出てきたからなどいくつかの説がある。1889年から1932年までは弱崩れという地名もあった。現在でも目黒区上目黒4丁目の野沢通りに弱崩れの交差点名が残る。ありがとうございます。